この動画は架空国奄美国にある鉄道を詳しく解説する動画です。マニアックな内容を含みますのでご了承ください。今回から数回にわたり奄美国の主要な鉄道カブクワ鉄道通称 KR について解説いたします。第1回は KR の概要です。ナレーションは私水月匠と綾風夏美がお送りいたします。カブクワ鉄道の前身は奄美国鉄です。全国に十分な鉄道網を敷設し終わったのを契機に緩やかに民営化を行いました。完全に民営化しているわけではなく、赤字ローカル線の保線や大規模改修工事などは国が担っています。KR の路線網は大きく2つ、在来線と新幹線に分けられます。新幹線は日本の技術指導により建設され、最高速度は時速350キロを誇ります。在来線はさらに3つ、高速線、幹線、地方線に分けられます。高速線は速達化を目的に建設されています。新幹線は新幹線車両専用線であるのに対し、高速線は貨物列車なども乗り入れが可能です。最高速度は時速220キロから250キロで設計されています。幹線は路線名に本線とつく路線です。主要都市同士を結ぶように設計されています。最高速度は時速160キロから180キロです。地方線はその他の路線です。最高速度は時速100キロ程度のところがほとんどです。以上で第1回 KR の概要を終わります。次回はグッドマニアックにKR の信号システムについて解説いたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。